こんばんは。こんばんは。よいしょ。こんばんは。そう、握手会で着ていた服を着ました。こんばんは。東京特許許可局長さん、だるまありがとうございます。だるま。だるまありがとうございます。こんばんは。だるまありがとうございます。たくさんのだるま。そう、リボンが大きいです。葉っぱさん似合う、ありがとうございます。こんばんは。なんでメイド服って言ったの？だってメイド服だと思ったんですよ。メイド服かと思って買ったんですけどね。まさかのね。まさに天使、ありがとうございます。そう、今日はじゃーん。でもメイドさんみたいじゃろ、ここ、こう見たら。よいしょ、思わずスクショしてもうた。本当ですか。こんばんは。のにゃん、のにゃんです。のにゃん、のにゃん。萌え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 キュン。これ何回か言われた、握手会でも。萌え萌えキュンやってください。言ってくださった。ありがとうございます。いくちゃんさん、ハート。ライリーさん、タコ、ありがとうございます。のんちゃんはマリーナになりたい子1位だ。嘘、マジで嬉しい。それめちゃくちゃ嬉しい。初めて聞いたんですけど、それなんで2年半も一緒におって初耳。あ、ジェケなんか毎回会った時は、のんちゃんはめっちゃ顔がめっちゃのんちゃんめっちゃ顔が可愛いって言ってくれるんじゃ。いや、そんな、いや、だってマリーナの方が可愛いよっていつも思いながら。そう、嘘、めっちゃ初耳じゃ。ありがとうございます、嬉しい。今度言ってみよう。あ、ジャキあんな毎日毎日、ジャキあんな毎日毎日言ってくれるんじゃ。マジ顔がめっちゃ可愛い。嬉しいですね、それは。ありがとうございます。嬉しそう。いや、だってマリーナに言われたらめっちゃ嬉しい。次、もう一つアニメを届けてくださいました。君の声を届けたい。本気の言葉は、本気の願いは、いつか現実になるんだよ。マッドハウスが送る湘南を舞台にした高校生たちの青春を描く劇場用オリジナルアニメーション。なるほど、めっちゃ面白そう。これもありがとうございます。なんかどういう、面白そう、めちゃくちゃ。うん、面白そうですね。湘南、湘南。ああー、熱、まだ2のジャープロニー、熱。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてはね、 T シャツですね。ありがとうございます。これめちゃ可愛かったんですよ。なんか思わずね、一人でこうやって見とったんだけどね、可愛いって言ってしまった。 T シャツ、そう、うさちゃんの絵が描いてあってね、後ろ、あ、うさちゃんの絵見て、え、可愛いと思って、着ようと思ったら、後ろにね、そう、
ずんぐりむっくりって書いてあって、おいと思って、おいと思って、うん、本当に、ずんぐりむっくりって、お、こらと思って、もう本当に、まあ、来ますけど、ありがとうございます。こら、本当。かわいい。わろた、わろたじゃないよ。ミュウミュウが着てそう、確かにこのなんかめっちゃ黄色いのめっちゃミュウミュウ着てるよね。あ、アリちゃんにも着とった、面白い、アリの虫ありがとうございます。ちゃん見てるとエゴいな、本当ですか、嬉しい。そしてと明日も頑張ろう、一日。明日はあの、そう、学校早く行って7時半までに学校行かないといけないんですよ。いつもは8時20分までなんだけど、明日は7時半までに、行って校長先生と面接の練習をしてきます。早起き、めっちゃ早起き。じゃあ半年前から空腹してた1万人やらなんかやったよ、1万人企画やったよ。この前ペヤングの激辛焼きそばを食べました。校長先生と面接、今日の夕食はステーキを食べました。握手会でのんちゃん見とったらみゆみゆに怒られたマジで。まあ怒るよねそりゃ、うん、なぜでしょう。頭の上何乗ってるの。リボンですよ。